い、皆さんこんにちは、しらたんです。はい、今回はですね、明日ディズニーに行くんですよ。まあ、Vlog も上がってるかなと思うんですけど、ディズニーに行ってきまして、やっぱディズニーって結構私の中では特別な日なんですよ結構気合い入れていきたいなっていう日なんですね、私の中で。で、今日はそんな気合いも入れたい日の前日の夜のスペシャルケアみたいな、私がまあ気をつけてることだったりとか、前日の夜って結構ね、次の日に響くと思うので、実際にやってること、普段のルーティンじゃなくてちょっとスペシャルなルーティンっていうのをお届けしようと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速スペシャルケアね、紹介していきたいと思います。なんですけど、今日はですね、ちょっとギフトが届きまして、これがねすごく可愛いんですよ。なのでこれを開封するところからいきたいと思います。こんな感じでね、すごい可愛いパッケージに入っていまして、中を開けるとじゃじゃーん、こちらなんですけど、アノブっていう韓国のヘアケアブランドのギフトボックスが届きまして、まあ、韓国好きな方はもちろん、そうでない方も多分聞いたことあると思うんですけど、オリーブヤングっていうめちゃくちゃ人気のドラッグストアがありまして、そのオリーブヤングの2021年のアワードでヘアケアのトリートメント部門受賞したりとか、あと今年2022年にはオリーブヤングのオンラインモールもあるんですけど、その全体のランキングで1位にもなったことがあるトリートメントなんですよ。見たことある方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、パッケージからすごい可愛くて、ピンクとネイビーのパッケージになってて、見た目だけでもねすごい気分が上がると思うんですけど、見た目だけじゃなくて質もいいトリートメントのねギフトが届きました。ちょっとこれもね後で実際に使って紹介していこうと思います。はい、ということで、じゃあ続きまして夜ご飯作っていきたいと思います。次の日にね気合い入れたい日とかってなってくると、やっぱり夜ご飯はなるべく早い時間に済ませたくないですか。私も、まあ、なるべく6時ぐらいまでに食べ終わりたいなって思うんですけど、この日は7時ぐらいになっちゃったかな。まあでもできるだけ早めに、ご飯食べた後寝るまでの時間を長く取りたいので、早めに作ることを心がけてます。で、今回作っていくのがですね、鍋なんですよ。私基本的になんか次の日むくみたくないなっていう時は、なるべくこう塩分が高いものだったりとか、あとは炭水化物とかも取らないように心がけていて、なので今回は鍋を作っていきました。ちなみに今回キノコ鍋にしたんですよ。キノコってすごく栄養たっぷりで食物繊維もあってすごくいいって言われてると思うんですけど、私すごいキノコが大好きなので、えのきとしめじとまいたけを入れたキノコ鍋を作りました。で、まあ、タンパク質も欲しいので鶏肉を使ったりとかして、なるべくヘルシーに仕上げてます。あとなんかね、大豆とかもいいみたいで、今回ちょっとお味噌も入れてみました。ちょっと出来上がりがね、色がなさすぎてあんまり美味しそうに見えないかもしれないんですけど、味は美味しかったです見た目映えはしませんが、もうちょっとね取る食材に気をつけた夜ご飯になっております。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。じゃあそしたら続きまして、お風呂に入る準備をしていきます。今私マツエクをしているので、メイク落としとかもねバーム状のものを使ったりとかして、マツエクにも OK なものを使ってます。で、そしたらいよいよ先ほど紹介したアノブのトリートメントを使っていきたいと思います。まあ、この日使うのが初めてだったので、ちょっと紹介しながらやっていこうかなと思うんですけど、まずシャンプーした後に髪の毛の水気を切りまして、このディープダメージトリートメントっていうものから使っていきたいと思います。手に適量を出して、これをね髪の毛に塗布しながらマッサージするような感じで伸ばしていきます。まあ、トリートメントつけてそのまま流してもいいんですけど、まあ、今回ちょっとスペシャルケアということで、ディープケアしっかりとケアしていきたいなと思ったので、まあ、1から3分ぐらい待つといいよっていう風に書いてあったので、その間に洗顔をしちゃいました。まあ、洗顔してると大体まあ 1,2 分ぐらいは経ってるかなと思うので、洗顔が終わったら流していくんですけど、この仕上がりすごくないですかめちゃくちゃツヤツヤなんですよ。マジでびっくりしました。使った時にもう指通りが全然違うし、やっぱりトリートメントって言っても、私こうハイトーンで結構ブリーチをしてたりとかするので、まあ、多少ね引っかかったりとかするんですよ、洗い流していくと。だけどこのトリートメント本当に仕上がりがツルツルでびっくりしました見てもらってもわかるかなと思うんですけど、すごくツルンとした仕上がりでした。でお風呂の中でするヘアケアはこんな感じで、続いてお風呂から上がってタオルドライをした後に、こちらのヒーティングガードノーウォッシュトリートメントを使っていきたいと思います。これはね洗い流さないヘアトリートメントになっているんです。
ですけど、さっきのディープダメージトリートメントとヒーティングガードのウォッシュトリートメントを一緒に使うと、3回使っただけでタンパク質が 3000% 緊急補給できるらしいんですよこれすごいですよね。やっぱタンパク質って結構髪の毛にもねすごく重要な成分になってくるので、それがね 3000% も補給できるのがめちゃくちゃすごくて、タンパク質を補給してくれることでダメージが入っちゃった髪の毛とかもツルツルサラサラな髪質にケアしてくれたりとか、日々のアイロンとかカラーとかコテとかパーマだったりとかで受けたダメージもキューティクルがちょっと粗くなっちゃったりしてると思うんですけど、それをケアしてくれて髪の毛を柔らかくしてくれたりとか、そういうダメージが気になるっていう方にももちろんおすすめです。ドライヤーした後の仕上がりもねすごくサラサラで、髪の毛も結構まとまってるしつるんとした仕上がりになりました。ちなみに香りもとてもよくって、爽やかなシトラススズランの香りがします。ドライヤーをし終わった後にこちらのシルクオイルエッセンスっていうものを使っていきたいと思います。これは名前の通りオイルになっているので、ちょっとしっとりとした仕上がりになります。私今回3プッシュぐらい出しちゃったんですけど、全然このぐらいの髪の毛の長さだったら、まあ、1プッシュ2プッシュぐらいでよかったかなっていう感じです。でもオイルだけどベタつくっていう感じじゃなくて、しっとりとしてまとまるような感じの印象でしたね。ちなみにこれは今9点でメガ割り中なので、マノブの全部の商品が最大 35% オフでゲットできるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。でちょっと今回は使っていかないんですけど、あと1個ありまして、このボリュームアップカーリングエッセンスってやつなんですけど、これはパーマとかしてる方におすすめかな。これシャンプーした後水気切って使っていくやつなんですけど、カールに沿って掴む感じで塗布していって乾かすと弾力のあるカールを、ね、演出してくれるらしいので、カールしてる方はぜひ使ってみてください。はい、ということで髪の毛のケアも終わったので、続いてスキンケアに移っていきたいと思います。今回スペシャルケアということで、ちょっとパックをね使いました。こちらのパックがですね、めちゃくちゃ美容液がたっぷり入ってまして、見てわかるかな、すごいんですよ。今回はちょっとこれをねスペシャルケアとして使っていこうと思います。やっぱりねエアコンとかですごい肌乾燥するので、なるべく保湿力だったりとかがあるものをね使ってますね最近は。でパックをしてる間に、その待ち時間に足のマッサージもしていっちゃいたいと思います。オイルを使ってやっていくんですけど、足のマッサージは何でしょう、そんなに決まり事というか、こういう手順でやってますっていうのは特にはないんですけど、まあでも強いて言うなら、まず最初にこのリンパ節、膝の裏のリンパをちょっとほぐしてあげて、よくこうゴミ箱とか言ったりすると思うんですけど、まあそこに向かってどんどん下から上に流していくイメージですかね。こうちょっと軽く手握って指のあたりで流していったりとか、掴んで揉みほぐしていったりとか、あとはちょっとこう雑巾絞りみたいな感じで絞っていってやったりとかっていう感じかな。でまあ最後にちょっとまた流してみたいな風にやってますかね。で太もものところも、まず最初にリンパ節、こう鼠径部のところにリンパがあるって言われてると思うんですけど、そこをほぐしてから、そこに向かって下から上に流していく感じです。ここも普通に流したりとか、掴んでいったりとか、ちょっとこう筋肉を剥がすような感じの動作をしていったりとかっていう感じでやってますかね、まあ、とりあえず下から上にこうゴミ箱に向かって流していくっていうのを心がけてやってます。で一番最後には全部総括して足首から太ももまで流す感じでやっていって終了という感じですかね。本当にこれは特にやり方とかいうのはないんですけど、まあ、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。で次の日なるべくむくみたくないっていう時はやっぱり着圧ソックスを履いてますかね。これ結構ね私変わるかなって思うんですよね。次の日朝起きて着圧ソックスを脱いだ時がすごく実感するんですけど、やっぱりやった人やってない人では結構足のむくみ感というかが違うなと思うので、これも一応やっております。でそしたら続いて最近ちょっとハマっているこの小顔ローラーなんですけれど、やっぱりねマッサージするだけで結構違うなって思いました。次の日これは必ずやってますかね。気合入れたい日は私はこの小顔ローラー使ってやってるんですけど、まず首元のねところをこうちょっと流してあげて、こう老廃物が流れやすいようにしてあげてから、フェイスラインをこうローラーしていって、でまたそれも首のところに流すみたいな感じでやってます。でフェイスライン終わったら次は頬のあたりをちょっとやってまた流していって、その後はこうこめかみの部分だったりとか目のあたり、やっぱり私は結構目を使う仕事をしているので、すごくここが疲れてて
結構痛気持ちいいんですけど、まあでもあんまり強くやりすぎないように、さっきの足のマッサージもそうですけど、あんまり強くやりすぎないように気をつけながら、気持ちいいぐらいでこれも首筋に流していってっていう感じでやっております。でここまでが終わったら、またちょっとね足のむくみ対策していくんですけど、よくね聞くとも思うんですけど、こう足をちょっと壁に立てかけてあげてそのまま数分放置するみたいな、これも結構足すっきりするなと私は思うので、これぐらいだったら、まあなんかこうマッサージするとかだとちょっと手疲れちゃうからあれだなっていう方もできると思うので、日頃からのケアとしてもおすすめなやり方ですかね。寝る前にほんとちょっと数分でいいので、こんな感じで立てかけたりとか、であとはストレッチですね。結構こう私はずっと座って作業したりすることが多いので、どうしても筋肉が固まっちゃったりとかして、なるべくこう伸ばしてあげた方がいいので、寝る前にちょっと軽くストレッチなんかもして眠りについております。ということでスペシャルケアはこんな感じでした。それではおやすみなさい。